グルナーナクのフレスコ画。グルナーナクは、シク教の教祖にして、初代グル。シク教では、歴代グルの全員がグルナーナクの聖性と、宗教的権威を継承していると考えられている。グルナーナクの誕生日には、各地でお祭りが行われる。シク教では、宗教指導者をグルと呼ぶため、グルナーナクという呼称が一般的であるが、神格化されたグルナーナクデブという尊称もある。また、日本語文献ではグルナナクという表記も散見される。中央上に座るのがグルナーナクラーホール近郊のタールワンディ村で、ヒンドゥー教徒の両親のもとに生まれた。その後シク教の開祖となり、インドのパンジャーブ地方で布教活動を行った。彼は第2代グルに息子を選ばずに信仰心の厚いアンガドを指名した。この決定に反発した息子は独立してウダーシー派を結成した。身分差別の激しいカースト制には否定的であり、また礼拝後には男女規制を問わず、すべての人が同じ場所に座り同じ食べ物を分け合うことを奨励した。これはヒンドゥー教がカーストが異なると一緒に食事をしないことに対する批判である。宗教改革者カビールとイスラーム神秘主義スーフィズムの影響を受けている。カビールの思想とグルナーナクの思想は大変似ているが、違う点はカビールがタントラの影響を受けているのに対し、グルナーナクにはそれがないことである。カビールと対面したかどうかは、カビールの生没年がはっきりしないこともあって、学者によって意見が異なるが、現在主流の説では1440年誕生で1516年死亡なので、これなら出会った可能性はあることになる。グルナーナクの教える神は、型がなく人格を持ち、慈愛深く、一神教で偶像を持たず、定まった神の名前を持たない、つまりアラーもビシュヌも同じ神の異名に過ぎないということである。グルナーナクは数珠を首にかけ、頭にターバンを巻きヒンドゥー教とイスラーム教の両方の身なりをしていた。グルナーナクの教えをヒンドゥー教とイスラーム教の折衷であるという人がいるが、ナーナクはヒンドゥー教でもなくイスラーム教でもない諸宗教の本質を追求したのである。https://translate.google.com/translate/www.sikhnet.com/oldsikhnet/oldsikhnet/translation/preb=search&kt=aue。ありがとうございます。